カラカルパク人は中央アジアのウズベキスタンのカラカルパクスタン共和国を中心に居住する旧ク系民族。民族名称のカラカルパクはカラカルパク語で黒い帽子を意味する。カラカルパクの最古の先祖は紀元前一世紀以後アラル海南岸に住んでいた境、マッサゲ隊といった民族であった。 2世紀末から4世紀にかけて東方から噴族が、また6世紀から8世紀には突血が押し寄せ、部分的に中力化が始まり、ペチェネグ、オフズといった民族が形成され、カラカルパクの成立も始まった。10世紀の初め、ペチェネグの一部は、西方の南ロシアのステップへ移り、キエフルーシの領内に入った部族は、ロシアの年代記で、チョルヌイクロブキと呼ばれた。 ボルガ川とウラル山脈の間に残ったペチェネグは、イルティシュ川方面から移ってきたキップチャクと混じり、その言語を取り入れた。16世紀、火山半国において、チンギスハーンの長子、女子の末裔である野外系の王族に統率された遊牧集団、すなわち野外人と共にボルガ川流域に遊牧していた集団として、文献にはっきりと登場する。火山滅亡後、 シルダリア流域に去った。16世紀から17世紀、カザフ人と共にシルダリアの中流及び下流域に遊牧していた。17世紀初め、ノガイ人と共にエンを呼び合いか川上流とシルダリア下流に定住した。これらのカラカルパクは、ブハラハン国とのつながりを持ち、北部のカラカルパクは、カザーフのハーンである、タウケに反属した。百二十三年、 ジュンガル人による大いなる最悪と呼ばれる侵略に遭い、1730年にカザフハン国の少女図はロシア帝国の庇護を求めた。しかし、その後もジュンガルの侵略は続き、1743年にカザフハン国の少女図から追い出され、17世紀から19世紀初めカラカルパク人の大多数は、 コラズムの古地であるアムダリアとプリダリア両河線のデルタ地帯に居住した。1867年、ロシア帝国に征服され、トルキスタン総督府の管轄下に置かれた。ロシア革命後、ソビエト連邦に属することとなり、1920年に、キルギス自治ソビエト社会主義共和国が成立し、1925年に、その管轄下の自治州として、 カラカルパクジチ州を構成した。1932年にカラカルパクジチソビエト社会主義共和国に昇格。1936年にウズベクソビエト社会主義共和国に編入された。当時、ロシア共和国以外で自治共和国を構成した珍しい例である。1991年、ウズベキスタン共和国成立後も同国内に 自治共和国カラカルパクスタン共和国を構成しているが人口構成としてカラカルパク人は多数派となっておらず主導権はウズベク人が有しているカラカルパク人の言語はトゥルク諸語の北西語群に属するカラカルパク語である形質的にはユーロペオイドとモンゴロイドの二層からなっておりモンゴロイドの要素が濃厚であるありがとうございます